元気になってきた。本日はバイク旅で沖縄に来ております。レンタルバイクを借りて南城市に向かいます。今回も格安で借りれるジャスミンさんにお邪魔しました。それでは出発します。那覇から東へ向かってバイクを走らせます。特に道を決めずに気ままに走ってます。3月でしたが、半袖でもちょうどいいぐらいの、気温で最高に気持ちよかったですね。目的地は小高い丘の上にあったので、すごい細い道をですね、急な坂をぐーっと上がっていきました。いやー大変だったな、ここ。すごいボリューム多いし、S サイズやのに腹パンパンですわ。で、しかもこの眺め、めちゃくちゃいい。ね、フランクリンのカレールの場所も良かったけど、この海も最高ですね。で、あと、スタッフさんもすごいいい人ばかりで、ぜひ、いろいろ宣伝してくださいと言われたのに、宣伝してます。はい、じゃあ次どこ向かおうかな。まだ時間があるのでブラブラしたいと思います。ではホテルに向かって南下していきます。小高い山道を抜けて、景色を見ながら走っています。訪れたのは大島です。ここには僕の大好きなあいつがいっぱいいるんですよ。はい、久しぶりの大島にやってきました。大島といえば猫がいっぱいいるので、また猫を見れたいと思います。うわあ、めっちゃ眺めいい。なんじゃこりゃ、住みて。うわあ、めっちゃ眺めいい。こら最高じゃ。はい、本来ですね、この時間帯パラグライダーに乗る予定でしたけど、残念ながら風のため中止ということで。それがなくなりましたので、一回この景色を見ながら休憩して、その後は散歩とか、カフェとかどっか行きたいなと思います。一旦この景色を楽しみたいと思います。
はい、今からですね、飲みに行くために一度ホテルにバイクを置いて、やってまいりました。今から行くとこはですね、海辺にまたありますので、夕日とか見れたらいいですね。いやー、ほのぼのとした道をずっと歩いてます。では向かいたいと思います。渋い通りやな。やばかったね、スパイシーな。普段ね、ああいう料理食べないので、すごいあの香辛料がいろんな、香りがしてね、すごく美味しかったです。やっぱりね、ビールに合うんですよ。で、ね、この辺もう店がないので、このままでゆっくりしようかと思ったんですけれども、さっきあのホテルの下に食堂、居酒屋がありまして、そこのおっちゃんが声かけてくれて、何かつって出てきたんで、ちょっと、一休みしてから、おっちゃんと飲もうと思ってます。では王子ってあんだけいつも猫ずっといるんですか。あれは観光客がしたんだよ。マジっすか。昔はいい日買ったんですか。昔は刺身屋さんしかないんだけど、うん、でその後に天ぷら屋さんができて、1個だけできて、橋又元に、それが大繁盛したもんだから、あちこちに天ぷら屋さんができて、ほら刺身切った後の切れっぱしで、うん、全部あの魚の天ぷらとかできちゃう。みんなほら向こうって天ぷらって高級な料理さ、沖縄でやるとほらおやつさ、おやつもう100円とかですよね。おやつだから、今100円だけど、昔は50円とかだったから、500円分買ったら結構な量になっちゃうし、だからそれを食べて食いきれないからやるでしょ。で猫があんなボコ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 どこにも行かないでも持ってくるから観光客にとか。確かに丸々した猫が、だから運動はしないわ、もう観光客があの動かない猫に持ってってあげるからソゼイカ牛とこ壊れた。お、でかっ。足がこれだよ。うわぁ、さっきの鉄板に食べにお前が言えばどうだ。いただきます。いやぁ、うまっ。ホテルやったらいろんな人が来るからいいっすよね。でも楽しいですか。いや僕もなんかある程度年いったらやりたいんですよ。沖縄に住みたいんですよ。沖縄に住んでそれ。みんなそういう。沖縄に住んでやりたいです。特にヤンバルじゃなくて。うんうん。何土地ないですかね。うん。あ、本当にあるよ。はい、飲んでおりました。このホテルのオーナーさんですね。声かけてもらって二人でずっと飲んでましたけど。いやすごい良かったですね。はい、ですごいね、あのすごい盛り上がったんで、また来ますと僕お伝えしたので、ね、普通の旅行者でやれば1年後2年後来ますっていう使い方なんですけど、じゃあ僕また5月か6月ぐらい来ますというぐらいの、キンキンでまた来ます。
予定では、すごい動画の編集でバンバンするつもりでしたけど、こんだけ飲んだらもう寝るしかないので、はい、今日は寝ます。おやすみなさい。かなりの量です。それは行きます。お酒までいただいて、朝からまたオーナーさんに出会ってですね、近所の方もいらっしゃったので、すごくこの地元のトークがすごく面白かったです。ではカフェに向かいます。はい、めちゃくちゃ眺めがいい。青い海、あんなね、こんな山の上から見れるとは、絶景とはこのことかと感じです。それではもう一軒絶景のカフェがあるということなので、バイクを走らせて向かっております。めちゃくちゃ甘かったですね。濃厚なカレー。なんかこういうおしゃれなところだったんで、すごい上品なのかなと思ったら、男が好きそうなすっごいトロトロの牛すじカレーでした。最高です。なんといってもこうなんか空から眺めてるようなこの景色、いやー最高です。いやー、このままここに住みたい。はい、これにてですね、沖縄の南部を中心としましたこのバイク旅、終了となります。今回はですね、すごい絶景のところをメインに、行ってまいりましたけど、どこも最高でした。沖縄の海と空、やっぱ最高ですね。で、あのホテルのね、オーナーさんとずっと焼肉食べて、帰り際もなんかお酒までいただいて、いやまた来いよって言われたんで、はい、もちろん行きます。すごいあったかったんで、南部をねもっと知るためには、またまた来たいと思います。ではこれにて旅は終了です。では。